アドルフ・バラーは、オーストリア・ハンガリー帝国領が律屋地域出身の、ピアノ奏者。ブロディの生まれ。1915年頃に、ウィーンに移住し、テオドル・レシェティツキモンカのマルイ・ーヌ・ブレイにピアノを指持し、ウィーン音楽院で、アンジェロ・ケッシュソグリのクラスで、ピアノの腕を磨いた。またヒューゴ・カウダーやヨゼフ・メルティン等に、音楽理論も教わっている。1924年に、 ウィーンでデビューを飾ったが、1931年にベルリンでアレクサンダー・ボロフスキーの個人レッスンを受けた。しかし、ユダヤ人であったことから、1938年のオーストリア併合の際にナチスの兵士から暴行を受けて手を負傷。その後、ハンガリー経由でアメリカに渡り、しばらく手の治療に専念した。1941年に、 カリフォルニア州でユーディメニューインと共演し、以後15年間にわたってメニューインの専属伴奏者を務めた。1963年からスタンフォード大学でピアノを教え、サンフランシスコ音楽院やドミニカン、大学カリフォルニア校にも出校した。パロアルトにて没。アドルフ・バラー・ファインド、A グレーブ、ハットアーカイブ2016年6月6日、ウェイバックマシン・アドルフ・バラー・ディスコグス。 ハットアーカイブ2019年5月5日、ウェイワックマシン。ありがとうございます。